よいしょ。なんかね、本日リリース入室しました。おー、こんにちは。本日ね、リリースのゲームがあるんすよ。ね、何系のゲームかよくわかんないけど、予約してたのをやってみようと思う。声聞こえてますかね？聞こえてる？シマル、お疲れ様です。お疲れ様です。聞こえてる？聞こえてる？シマル、聞こえてますが。じゃあ、大丈夫か。じゃあ、行くか、ゲーム。どっち向きだろう。よ、なんか、デコボコ世界とかってやつなんだよね。初音。シマル、強化中でした。あ、強化中。なるほどね。あ、向きこっちか。はい。まあね、容量がね、めちゃでかいから、お試しやったら、アプリ消す予定なんすけどもね。うん、アップデートで。なんか、さらに容量がでかくなるやつ、これ。なんか最近のゲームって、あれだよね、容量でかいゲーム多いよね。しまる、ちなみに、なんてゲームです？デコボコ世界？今ダウンロード中ですけどもね、何系ゲームかもよく分からずにね、とりあえずね、事前予約してたから、勝手にもうダウンロード。デコボコ世界、デコボコ、凹凸、デコ、凹凸じゃない、デコ、凹凸か、凹凸世界、デコボコ世界。しまる、なるほど。じゃあ行ってみようか。エンドユーザーも別にいいや、このプライバシーブリーフとかもね。これログイン方法を選択しないといけないの？ゲストでいいよ、ゲストで。すぐやめるもん。はい、とりあえず行ってみよう。承認が多いな。まあ、最初だからオープニングは見ないとね。このデコボコ世界では早い、権利は打ち砕かれ、規則は足かせに、文明は滅び、人々は安住の採血神使かぶってきた。祈りを捧げます。今こそどうか御言葉を。創世の審判官としてこの責任から逃れられない。あー、バグってるよ、文字が。しまる、ディスクでないので容量の上限って決まってないのかもですね。だから大きいの作れるとか。あー、そうかもしれない。で、最近結構容量のでかい端末増えてますからね。だから16GB とかだったら遊べないかもしれない。警告、警告、大会が未知の力の攻撃を受けています。大会、ここが凹凸大会の会場か。今からここは僕の遊園地だよ。バトル系かな。格闘系苦手なんだけど、私格闘系だったらどうしよう。参加者の力だけではかなわない。我々に必要なのは運命を変えられるものだ。復活させるものについて何か意見があれば。凹凸大会が中心に追い込まれること以上に厄介なことなどあるか。これ以上参加者のエナジーを育成する方法を知る者もいない。我らの新たな武器になる。凹凸大会のルールにのっとって
邪魔者を排除してもらおうじゃないか。シンが入室しました。七神士が天使として復活させてくれた。ダークサイドモンスターの調査ができる。やった。これで問題も間違いなく解決だ。シン、こんにちは。こんにちは。うん、もちろんこの世で君に解決できないことはない。シンが小さな星を送りました。 ありがとうございます。我らがこの世界のヒーローだから。やっと目覚めたか。見習い天使、見習い天使。そうだ、君は今回の天使に選ばれし者。これはとんでもない栄誉だよ。私がぼやっとしないで、まずはアバターを選んで。見た目は大事だよ。大事だね。アバター、アバター、アバター、髪の毛、髪の毛、髪の毛、あれ？変わらん。あ、変わった変わった。髪の毛、こんだけ種類。ね、これかな。で、目ん玉は、よ、あ、なんか、雨ひどくなってきたね。あれ？タップしてんのに変わらん。目ん玉変わらん。変わった変わった。これか？これか。これか。こっちかな？髪の毛、もうちょっと色調整しよう。これだな。で、なにこれ？なにこれ？何が変わってるかわからん。あ、ほっぺたか、ほっぺたか、ほっぺた。何もなしでいい。で、肌色は白でいいよ。じゃあこれでいこうか。 GO。 今の様子じゃまだ慣れてないよね。大丈夫、戦闘戦士になったらもっとかっこいい制服あるから。ところであなたは？おいおい、まさか私の名前すら覚えてないのか。裁判ロボット160628、言いづらいぞ。なんだか変な番号だね。何が変なのさ、これは意義のある番号なんだぞ。もういいよ、早く、凹凸ホールに行こう。そうだ、見習い天使にはまだ栄誉称号が与えられてないから、自分でコードネームをつけるといいよ。はい、エリエデル。エリエデル。はい、完了。大会に参加する。ここは凹凸ホール。ほら、ちょうどダニエル様がミッションを発令しているところだ。凹凸大会の参加者たちよ。あなたたちならきっとすでに、今私たちが直面している危機に気づいたでしょう。わからん。なんかやばかったね。一刻も早く侵入した闇の勢力を一掃し、大会の秩序を守るために大会側はポイント獲得ルールを更新することに決めました。やった。なギャラリーに紛れてみた。参加者は自由にチームを組み、ダークサイド化したモンスターを倒すことでランクアップ用のポイントを獲得できます。うん。つまり今度の敵はダークサイド化したモンスターか。そんなもん簡単だ。油断してはいけませんよ。昨日私のチームメンバーが一匹のダークサイドモンスターにやられたか。でもダークサイドモンスターを倒すとポイントがたくさん獲得できますよ。黒化って書いてダークサイドか。それ以外ルールに変更はありません。では大会スタート。もう本番いっちゃう。参加者がみんな行動を始めたね。
私たちも協力してくれる参加者を探さないと。チーム戦？協力？何しろ今の私たちの力じゃあのモンスターたちに立ち向かうことは。確かに。でも君は参加者のエナジーを上げる能力がある。きっとすぐ私たちのチームに参加したい人が現れると思うよ。元力、元力と書いてエナジーと読む。中国系ゲームかこれは。そうなのかな。それはチートじゃないの、それはルール違反じゃないのか、どっちだ。ルール チートルール違反じゃないの。もちろん君の役割は指示を出し導いていくことにある。実際に戦ってその結果がどうなるかは彼ら次第だ。おお、なるほど。ちょっとせっかく蘇ったんだからもっと闘志を出してくれよ。では凹凸大会に向かって出発しよう。ゴー。ここはフリーパーク、凹凸大会の初心者向けの会場。やっぱこれ絶対中国系だ。自由森林と書いてフリーパークだって。モンスターを片付けるっていうならまずはここからだね。でも参加者たちはもっと上位の会場でやってるのかな。うんうんうん、なんて言った。ちょっと待って、あの書き込んでくれた内容を見に行く。閉まる、大丈夫です。配信中のエリエデルが入室しました。あー、そういうとこあるの。どういうとこだ、わからん。とりあえず行くか。じー、そんな目で見るな。この討伐の順番はシステムが推奨してるものなんだ。私はあのね、あの多分 BGM 的に聞いてると思うんだけど、あのね画面ではね、あの何、あのね漢字でね、めちゃくちゃ漢字で書いてあるの。それをね、あのねカタカナに読み替えて、例えばあの元気の元に力って書いてエナジーって言ったり、あとなんと、あ、自由な森林、自由森林って書いてフリーパークって読んでた。多分中国系じゃないかなと思うね。うわぁ、なんだ、なんか黒化って書いて、だ、闇が強いなのかと思ってました。うん、何が、第二が強いのかなと思って。ん？閉まる、中に心。中に心。閉まる、治癒に。治癒に、あー、あ、そういうこと、そうかもしれない。で、黒化って書いてダークホースなんだよね。中二か、その可能性もあるね。どういうこと、こいつめっちゃ強い。おった、ふぅ、危なかった。え、また、うわぁ、とおい、お前あんまり調子に乗るんじゃないぞ。言っとくけど俺そこそこ強いんだからな。ほんとか。ほら見て、あそこに参加者がいる。いるね。でもただのダークサイドボアも倒せないなんて、どんだけポンコツなんだか。どれどれ、あいつのデータは。どれどれ。参加者ジン、15歳、デンゲル星15コーク出身。エナジースキルはベクトルアローズ。全然情報わからん。現在の順位3968。それは低い。3968位。そりゃそうなるか。ベクトルアローズ、くそ、エナジースキルがどうしても出せない。ボーナスゲームチャンス欲しい。ミニゲームを遊んでみんなでコインもらっちゃおう。リボン、仕方ない、少々レクチャーしてあげよう。このままじゃあっという間にボアの晩御飯になってしまいそうだから。おい、そこのガキ、
いいか、今から私たちが君の作戦指導を担当する。ちょっと待って、コメントタブが出るようにするわ。ナイトモードになってた。これがエナジーリンクで。ちゃんとしろ、こんな状況だから集中してよく聞くんだ。ほうほう。バトルマップではマス目をタップすると参加者を操作できるよ。マス目の色によって効果が異なるよ。はい。白色のマスは移動マスだよ。はい。タップするとそこに移動できるんだ。はい、試してみよう。はい。白色。うう、移動か、移動する前にコメントを消すところがタップできない。ちょっと待って、画面ふきふきする。画面ふきふきよ。これでいけた、いけたか。よし。緑色のマスは防御マスだよ。防御。タップするとキャラの防御力が上がるよ。防御力が上がる。 OK。 はい。赤色のマスは通常攻撃マスだよ。タップすると敵ユニットを攻撃できる。試してみよう。はい。っていうかタップが反応しない。なんで？ちょっとフキ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 、てい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 。あれ？なんで反応しない？あ、めちゃくちゃ端末が熱持ってんですけど紫色のマスは専用スキルマスだよ。ジンの専用スキルは同じ方向にいる複数の敵ユニットを攻撃できる。試してみよう。ほうほう。あ、そういうこと。このなんだ、指示されてるマスに移動させればいいのか。通りで動かないはずだ。はい、これ。なるほどね、そういうことか。参加者 G さん、おめでとうございます。あなたはダークサイドコアを倒し50ポイントを獲得しました。はい。えへん、俺ってばやっぱかっこいい。ボアを倒したぐらいでそこまで喜ぶ必要ないだろう。待て、まさかこれが初めて倒したモンスターとか賢いね君。ポイント戦もう2ヶ月もやってるのに。どうではこれが初めてのことだし、目標惑星を間違ったりすることもあるだろう。目標惑星ってなんだ。実は俺ついこの前凹凸星に到着したばかりなんだ。星なんだ凹凸星って。うん、せっかく出会えた参加者なのに。あ、ゴロゴロ言ってる外が。まさかの新人だったとは。選び直した方がいいかも。選びたい。ジン、我々と一緒にダークサイドモンスターの駆除をしないか。何スカウトしてんの、勝手にエリーデル。場所によってはそうみたいですね。ダークサイドモンスターって何なのかよくわかんないけど、いいや。我々は非常に強いモンスターといずれ戦わなければならない。はい。あなたの大きなハートを3個送ります。ありがとうございます。あなたのエナジースキルはベクトルアローズ。うん、でもまだよく慣れてないんだよね。どうしても出せない時がちょこちょこあって。おお、それはあなたがエナジーをよく理解していないからだ。何度も使ってるうちにベクトルの力も強くなっていくはず。これは成長性のあるスキルだよ。へえ、そうなんだ。俺のスキルってそんなに強いんだ。おい、無視するな。おお、めちゃゴロゴロ言ってる。雷がゴロゴロ言ってる。決めた、全力で頑張るぞ。外見たらゴロピカピカと、あ、でもドーンって言わないな。ゴロゴロでピカはピカってるかどうかわかんないけど、ドーンって言わない。ゴロ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 言ってる。これで決まり？じー、あなたがここで2人の目を見つけない、彼の代わりに2人目を見つけられる。うわ、分
私は伝えるべきことは全部伝えたからな。これから敵はますます強くなっていくから。あ、どこに行った？ん、さっきのあの技もう一度教えてくれない？おお、めちゃゴロゴロ言ってる。雷ゴロゴロ。エナジーの使い方に集中して。うんうん、そっか、分かったぞ。本当に分かったんかい。って言っちゃうのか。おいおい、私の話を聞け。ミッションコンプリート。あれ、画面がすまんぞ、画面がすまんぞ。どういうこっちゃねん。これ待機画面、それとも雷の、あ、雷のせいで Wi-Fi 落ちた。 Wi-Fi が落ちたランプになってる。閉まる間近。うん、で多分ね、サブ Wi-Fi に繋がったと思うんだよね。ちょっと待って、 Wi-Fi が立ち上がるまで 2、3分ちょっとお待ちください。終了やな。いや、でも、あの、配信はいけてるから、2、3分待って、あの、赤ランプになったやつが緑ランプになったら、Wi-Fi